lights don't work out. We're selling Violette by Gentee and Folded Sun。アンフィールドでの J-WICKが足を踏み入れることになると、うわちょっと待、ま、ちょっと待って、力を発揮してうまいことシュートまで持ってきた、いいよ。皆さんお疲れ様です。トモニーです。イングランド一貧しい町から成り上がるケレモロを続きやっていきましょう。前回はですね、このカラム・パターソンを完全移籍で獲得しました。まだ J-WICK でのねゴールアシスト見れてないんで、今後の活躍に注目していきましょう。でパターソンを獲得してからリーグ戦を1回やって、 FA カップやって、でなんとかチャンピオンシップ相手2部相手にね勝ちましたというところで、次の相手じゃあ誰だろう確認しようって思った矢先、はい、もうリバプールです、終わりですっていう話をしました。で今回はそのリバプール戦をねメインで戦っていきたいので、とりあえずこの冬の移籍市場を終わらせてリバプール戦やって、まあ結果によってはもうちょっと進めてっていうような感じでやろうかなと思っております。まあ多分負けちゃうと思うから、今回で負けて次回でも一気にリーグ戦終わらせてシーズン2は終わりかなという感じですかね。リーグ戦はねご覧の通りめちゃくちゃ調子がいいんで、今シーズンこそ3部に行きましょう。はい、で前回もちょっと説明したんですが、獲得したユース選手に関してレンタルに出していきたいなと思っております。で早速ね来ているから、買取オプション付きじゃなくて純粋なレンタルでやっていこうと思うんですけど、ジョー・ハートリー君にねドルトムント2から2軍からね完全移籍のオファー来てんだよ。まあでもこれ今ね左サイドバックコンバート中だし、一応設定上ジョー・ハートリー君はあの J-WICK 出身の若くして外に行ってまた帰ってきた選手という設定なんで、これは拒絶します。でシューク、はい、これももちろんダメです。じゃあちょっとこの2人に関してはあの単純なレンタルで交渉を成立させてきます。はい、ということで交渉してきたんですけど、このゴールキーパーのルーカス君に関しては、短期のレンタルで合意して、まあ、あとは個人次第というところになっております。でニコルソン君に関してはレンタルじゃうダメダメって言われたんで一旦破談になってはおります。ヘネディ君に関してはまだオファー来てないね、まあ、16歳だからちょっと分かんないねまだ。でここでね皆さんにちょっとまあごめんなさいと言いますか、一旦ね移籍リクエストをね取り消ししたいなと思っている選手がおりまして、今 J-WICK このジックフォード、タッカー、ヨー、ハナタッカー、スミスエウ、この4人が移籍リクエストを出してはいるんですけど、このジックフォード以外タッカー、ヨー、タッカーかエウに関してはめちゃくちゃね試合に出してて、普通に考えたら移籍リクエスト出さなくてよくないっていう感じにはなってるんですよ。でしかもこのリクエスト自体もシーズン1の時からずっと出てるんで、ちょっとそろそろ消してもいいんじゃないかなとは思っております。なのでこのジックフォード以外に関してはちょっと移籍リクエストを一旦ね取り消しさせてもらおうかなとは思います。はい、ということで消してきました。ジックフォードに関してはこの移籍市場中に売りたい。じゃあリーグ戦をね消化しながら、移籍市場に動きがあったらそれも紹介しつつテンポよく進めていきましょう。やっぱ今回のメインはこのリバプール戦でございますからね。うわちょっと待、ま、ちょっと待って、軽くさ日程進めたらなんかフリー移籍合意してんだけど、ふざけんなよ。いやうち今お金ないのに、ちょうど契約も切れそうだったからさ更新してなかったわ。ちょっとごめんなさい、これはもう私の完全なミスです。 J-WICK サポーターの皆さん申し訳ありません。はい、ということでケネディ君も、短期のレンタルで合意してきました。あとは個人次第です。とはい、マゼミロからパターソン繋がっていくか、いくか自分で、お左足で、おおやべ、こんなアディショナルタイムギリパターソンが決めてくれました。いやーやっぱ頼れるベテランだわ、ナイスパターソンマジで獲得してよかった。はい、でニコルソンはレンタル出しましたと。さあこっからやばいよ、抜かせんなよ、守って、シュークハイ、やばいかわされた、いやー今のシュート厳しい。はい、こっからアイボビ持って、アイボビからどうする、はい振り向いて、おーヒールで渡した、グッドマン、グッドマン、うお決めた、しっかり決めてった、よし1対1だぜ。いやーこのアイボビのおしゃれなヒールパスからのグッドマンのこの決定力よ、ナイスナイス。
はい。やばい。守って。ま、あれあれれのれ。ちょっと待って。めっちゃフリーじゃない？おっと、守備がいないんだけど、こっち。なんでこうなってんの？うん、そうなるよね。うん、知ってるよ。なんでそうなんの？ねえ。ちょっと待って待って。もう失点したくないんだけど。うわ、はい、こっから、はい、消える、枯れた、ちょっと名前忘れちゃったよ、もう。はい、グッドマン。はい、はい、トムソン、打て、ミドルだ。トムソン、ミドル方、うっ、もう喋れなくなっちゃった。いや、トムソン、マジでうまいわ。トムソン、ナイス。結局 J ウィークあの後は2勝1分け1敗と、ちょっとなんかね0対3で負けちゃった謎の試合があったけど、とりあえず立て直してはおりますと。いやー、とりあえずパターソンのゴールが見れて嬉しかったわ。じゃあ問題のこのリバプール戦やっていきましょうかね。早速、お、スイミーネイミーがそういえばコンバート中だったわ。すっかり忘れてた。右のミッドフィルダーからセントラルミッドフィルダーに CM にね、ポジション変更をしておりました。オッケー。で、リーグ戦がね、ちょっと不調になりかけてはいるけども、全然大丈夫。50ポイントだし、なんなら1位フィニッシュ全然あるからね。まあこの調子を続けて頑張っていきましょうか。いやー、リバプール戦来ちゃったマジで緊張してきた。じゃあちょっとリバプールの相手分析見ていきましょうか。はいはいはい、意外とメンツ変わってないな、このゲームにしては。遠藤も意外とずっといるしね。ブレーメルとかいるけど、基本的には変わってない。これはちょっと嬉しいね。ただ、サラーがいなくね。サラーとうとういなくなった？じゃあ、こっちのスタメンも決めていきましょうか。試合時間伸ばしておこう。よっしゃ、この戦術でリバプール見事勝つことができるのか。やばい。興奮してきた。絶対勝ちてえよ、これ。それでは J ウィークユナイテッド、運命の一戦、戦っていきましょう。さあ、リバプールのロッカールームを映し出されております。はい、しかもこれはなんとアウェイスタジアムアンフィールドでの J ウィックが戦っていきますやべえやべえ、まさか4部のさ、あんな過疎地のところのクラブがこんな偉大なスタジアムに足を踏み入れることになるとは思いもしなかったね。まだだって4部だぜ俺らマジで頑張っていこう。いや、ルイス・ディアス怖すぎるルイス・ディアス怖すぎるよ、こんなのずるいよ。非常に警戒していきたい選手の一人でございます。エミレーツ FA カップ今4回戦。うわ、アリソン・トムソン。さあ 4-2-1-3 でこの布陣となっております。予想ラインナップと全然違うね。しかも若手使ってきてるからさすがに勝てるだろうという布陣になっているのかな。そうはうまくいかせませんよ。さあ、J ウィックの選手、握手を交わしながら。さあ、J ウィック、541。541？ 541じゃないぞ。もう、4231だわ。もう、このバグやめて。ヒヤッとするわ。さあ、FA カップ、ついにキックオフです。17歳のジョー・ハットリーがボールを持ちながら、トムソンに入って、さあ、グッドマンへ。グッドマンへ。いや、出したいけど。いやー、トムソン惜しいパス。狙いはめっちゃ良かった。さあ、こっから、いいよ。足首が高い位置で奪って、トムソン、グッドマン、打てるぞ。いけ！いや、惜しい惜しい、めっちゃ惜しい。いや、幸先やっぱいいね。J ウィックカップキラーだからね。さあ、J ウィックのコーナーキック。これをトムソンじゃなくて、いや、誰か。ダメか。遠藤のクリアでございます。さあ、ここ、やばいやばい、ゴードンが切っている。ゴードンが、こう、やばい、ドフリーすぎる。高よじいちゃん、戻って。オッケー。危ねえ。ナイス、高よ。助かった。36歳の全速力で、なんとか、大丈夫だよね。さすがに大丈夫ですよね。この右から、ゴードンが、マウトンが、ナッシュが、あー、終わり。ダメ。やっぱこうなるよね。いやー。リバプールの先制点で早速試合が動いていきます。警戒したかったルイス・ディアスに先制点を奪われてしまいました。やっぱ厳しいな。ここでさ、マウトン一回止めたんだけど、ナッシュの弾いたところには味方が誰もいない。アシュビをね、前線に上げてたっていうのが裏目に出たね。でもそうでもしないと得点取れないんだよな。オッケー、じゃあちょっと今の失点を踏まえて、右のサイドバック、攻撃的ウイングバックからサイドバックにしてディフェンスにします。もう上げさせません。で、
タッカーをその代わり中寄りかは外のバランスにしよう。ハーフウィンガーにしようかな。うん、ハーフウィンガーにしましょう。これで戦っていきましょうか。さあ頑張るよ、ジェイウィック。さあ高代からマウトンに入って、マウトンからジョー・ハートリー、17歳のジョー・ハートリーが仕掛けていく。さあハートリーが突破する。 TAA の守備を突破してドリブル、ドリブルからこのクロスは、外にはタッカーがいる。さあこれ繋がるけど、トラップがちょっとでかかったね。さあ高代から悔しい、悔しからこのパス大丈夫、 OK。 高代なんとか繋げてタッカーに入って、はい、トムソン、トムソンに入るとね、ちょっと流動的になるからワクワクするんだよな。で、アイボビからの、いやーなんかいいパス出してーよな。グッドマンが頑張って動いてくれてるからね。オッケー、いいボール入った。オッケー、グッドマンいいよ。グッドマンがなんとか力を発揮して、うまいことシュートまで持ってきた。いいよ、いける。いやー惜しい、惜しい。グッドマンいいよいいよ。さあソボスライが左で攻めてきて、さあこれルイスディアス入った。ドリブルに警戒を、ドリブルに警戒を。打たせんなよ、やばい、打たせるな、打たせるな、なんとか取って取って、やばい、判定させた。ちょっと寄せが甘いんじゃない。いやーやっぱ強い。おー、マスコットいる、初めて見たんだけど。4部にはいないもんね。いやー早速2点取られてしまいました。まあ分かっていたことではあるんだけどね、なかなか厳しいね。いやー見事なかわしからのゴール、シュートコース完璧だったね。いやーテクニシャンだね。仕方ない仕方ない、ジェイウィック頑張っていきましょう。さあトムソンから、いやートムソン失っちゃダメよ、あんたが一番期待の星なんだから。さあここでまたリバプールの速攻カウンターが来るけど、パスが怖い、パスが怖い、やばい、そのゴードンが打ってくる。うますぎ、強すぎ、勝てなすぎ。いやーちょっとこれはもう単純にさ、能力差が激しいから、もうゲームのあれだね、ゲームの能力差が顕著に出てるわ、動きに。これはまあしょうがないっちゃしょうがないことなんだけどね。いやーゴードンすごい研ぎ澄まされたシュートだったね。いやーお見事でございます。さあまたここリバプールの攻撃が来ると思いきや、前半が終了と。いやー0対3でございます。こっから勝つことはかなり厳しいんですけど、 J ウィックもねいいシーンは作ってるんで、1点は取って、このリバプールの相手のアウェイっていうところで1点取って地元に帰りたいね。さあゴードンからまたこのボールが怖い、マウトン、マウトン、なんとかなんとか守りきって打たせちゃダメよ。無理無理、強すぎだって。もういつかプレミアに上がった時絶対復讐してやる。もう決めた、ちゃんとやって、もう自由にさせてるって。オーラ危ない、ナッシュ、ナイス。モートンからゴードン、モートンからゴードン。さあマウトンが、ナッシュがセーブする。打たれるよ、もうそっから打たれちゃう。危ねえ、ナッシュ、おお危ない危ない。さあここでゴードン下げてガクポ入れてくんなよ。何なんだよこのクラブ、強すぎる、強すぎるリバプール。このシュート、うまマジ。いやガクポ0対6のボッコボコのボッコボコのボッコボコでリバプールに大敗となってしまいました。Jウィックは頑張ったよ、お前たちはよく頑張った。でもね、この悔しさを忘れずに歯を食いしばってプレミアリーグにいつか昇格しましょう。今はとりあえず3部に昇格することが絶対条件なんで。ボッコボコ、絶対いつか勝ってやるから待ってろよリバプール。はい、ということで、もう見事に大敗したんで、このまんまもう終わりましょうって言いたいところなんですけど、ちょっとキリが悪いんで、この2月の3連戦だけやって今回は終わりにしましょう。次回は一気にリーグ戦を終えて昇格できるかどうかっていうところまでお届けしたいなとは思っております。 J ウィックは今5位だけどね、まあ2試合ぐらい試合数に差があったりするんで、まあ全然大丈夫じゃない、心配することない。じゃあ2月のリーグ戦一気に終わらせていきましょう。いやー、トモニー監督まさかのここで100試合目になります。100試合目、記念すべき試合やっていきましょうか。はい、 J ウィックのコーナーキック、これをシュークハイガー打つけどセーブされます。はい、タッカーに入ってパターソン、うおータッカー粘る、タッカー粘る、めっちゃ粘る、うまいな。
さあこっからフィーデンもらって、いや何やっ、おーおー、取った取った。いいよ。パターソン。パターソンが一人で行く。さあ守備が全然来てない。これは取れます。いや、ナイスナイスパター、何それ何それ。はい、こっからパターソンもらって、このみ、おお無理やり打ったら、入ったぞ。これが、それ何それ何、いや、うますぎ、パターソン。マジでよかった。来てくれてありがとう。はい、ここで、グリリッシュ。まずみろ、お前も決めちゃって。あや、外すんかい。外すんかい。オッケー、2対0、勝利。ちょっと、ちゃんと守っていきましょうね。ナイスナッシュ。ここの守備がね、ちょっと、微妙いんだよな。マウトン・ナッシュがやっぱり神。このクロス、拾える？ OK、アイボビから、さ、はい、はい。惜しい、パターソン。さあ、ジェイウィックのコーナーキックから、これが頭で、グッドマン。惜しかったね。はい、トムソンからフィーレン。フィーデンからグッドマン。この激アツ相棒コンビから、おグッドマンのシュート。悔しから、はい、グリーリッシュ。グリーリッシュじゃねえ、グレイビッシュ。間違えた。グレイビッシュから、惜しい、グッドマン。さあ、ハートリーが一人で行って、このクロスか。はい、もう一回。トムソンじゃない。パターソン。トムソンじゃない、パターソンだった。ナイス、パターソン。もう無双状態じゃん、こいつ。普通に強いわ。ナイス。はい、グレイビッシュからトムソンからの。はい、トムソンからの。はい、トムソンからのパターソン。トムソンパターソン。何それ。いや、トムソンパターソンのコンビいいかもしんない。はい、パターソン2ゴール。めっちゃ活躍すんやん。獲得してよかったわ。いやー、なんとかリーグ戦 2-0 と、まあ、引き分け1回挟んだけども、また 2-0 で複数得点しながらリーグ戦2勝できたんで、なかなかいいんじゃないでしょうか。リバプール戦でのストレスをなんとか発散できたかなと思います。選手たちもね。いやー、今シーズンさ、J ウィッグ全然得点が生まれてないんですけど、もうパターソンがね、入って早々大活躍してんのよ。ということで、今シーズンはもうすでに7得点という形になっております。そしてトムソンがやばすぎる。もう19歳か、早いね。お、市場価値上がりすぎだろ。なんかニコルソンくんもちょっと上がってるし、17歳でこれは破格だって。はい、そして今32節まで終わって J ウィックユナイテッド、まあちょっと試合数にばらつきはあるけども、57ポイントでトップが60ポイントなんで、全然ね、もうここはもうほぼ1位と変わんない。できればね、コルチェスターユナイテッドライバルクラブなんで、ライバルと一緒に昇格できたらいいなっていうのが理想かなと思っております。いやー、なんとかね、あの少なかった予算もギリギリ耐えてるんで、みんなに飯を食わせながらクラブ運営続けていけそうです。皆さんいつも応援ありがとうございます。そうしたらね、もう FA カップとかもう全部カップ戦はなくなったんで、あとはもう昇格目指してリーグ戦やるっていう形にはなるんで、次回で一気にシーズン走り切っちゃおうと思います。この3月の試合と4月の試合と最後にこの2試合ね、コルチェスターとのシーサイドダービーもあるしね、めちゃくちゃ楽しみ。今シーズン終わったら、あの生放送でね、皆さんと雑談じみたことをやろうとは思ってるんで、もし昇格できれば祝勝会、もし残留するようなことがあれば反省会という名目でやっていこうと思いますんで、あの X とか YouTube コミュニティは随時チェックしてフォローしてもらえるとめちゃくちゃありがたいです。 X の方もね、全然あの絡んでください。フォロワーがめっちゃ少ないんで、よければチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いいたします。 X と Discord もやっておりますので、概要欄からチェックしてください。推しの選手に関してもコメントしてもらえると嬉しいです。それでは次回のシーズン2最終回で皆さんお会いしましょう。絶対に昇格しますんで、楽しい生配信にしましょう。